もしかして私の様子を見に？心配性ね。力、あれのことに気づいたのね。あなたにはきちんと説明しておくわ。私が使っているのはオーバーブーストと呼ばれるもの。アルファでの任務のためゼフェットから与えられた力なの。ただし緊急時以外には使用を制限されていた。私の正体を悟られないためにね。でも今はその力を隠す必要がない。だから積極的に使っているというだけよ。無茶なんてしていない。大丈夫よ。素早くそして安全に調査を進めるためにうまく活用しているつもり。他の調査隊員からも喜ばれているわ。それよりもあなたの方はどうなのかしら。私のことよりもあなたの話を聞かせて。
あなた今日は一人？そのマノンの話だけど、リサージェントワークスだったかしら。正直驚いたわ。ええ、分かっているわ。マノンは私たちのことをすごく大切に思ってくれてたわ。そのことはよく知ってる。だからマノンの正体が何であっても、彼女に対する気持ちが簡単に変わったりはしないわ。それで最近そのマノンの噂をよく聞くのよね。ううん、その逆。マノンがすごい力を使っていろんなところで活躍してるって。クバリスキャンプにもその力に助けられた人がいるらしいの。みんなマノンに感謝していたわ。そうやって少しずつでもマノンの理解者が増えるといいわね。どんな力なのかはわからないけど。ええ、そうね。私たちもマノンのためにできる限りのことをするわ。何かあったら遠慮なく言ってちょうだい。ごめんなさい、少しぼんやりしていたわ。平気よ、心配いらない。いえ、そんなことないわ。自分の限界くらい自分でわかるから。張り切りすぎて少し疲れてしまっただけ。本当に何ともないから。それじゃあ調査の続きがあるから行くわね。マノンに会いに来たのか。何かというか、ほとんど休んでいない。お前もあの力のことは知っているな。あれをことあるごとに使って目的を果たそうとしているようだ。おかげで調査は順調そのものだ。それで隊員からの彼女の評価はすこぶる高い。信頼されていると言っていいだろう。だが無茶をして自らが傷つくようなことがあっては意味がない。本人にもそう言っているのだがな。それにいくら強くても一人では成し遂げられないことがある。お前に諭された俺が言えたことではないかもしれんが、まあいい、しばらく様子を見るとしよう。